皆さんこんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、チャンネルメンバーシップのアンペグコースに入っていただいた方からのリクエストでして、ポリス、スティングのねベースラインについて考察していきたいと思います。スティングね、もう言わずと知れたスーパースターでですね、まあ昔はポリスっていうバンドをやっていて、今ソロで活動してるんですけど、ベーシストでありボーカリストであり作曲家であり、本当もうスーパースターですよね。でね、まあ、僕も今回の動画作るにあたって改めてまあポリスの音源とかいろいろこう聞き返してみたんですけど、本当にね今聞いてもね、あのすごく色褪せないそのかっこよさっていうのがあるわけですよ。ベースラインもむちゃくちゃシンプルなんだけど、その曲とメロディーとなんかいろんなものと合わさってね、まあとにかく研ぎ澄まされてるわけですよ。本当になんか余計なものを全て排除してるみたいな、その感じがまあむちゃくちゃかっこよくてですね、まあそのあたりのことをね、まあ僕なりにちょっといろいろ考察できたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それでですね、最近、LINE 公式アカウントっていうのを開設しました。はい、これはですね、まあコメント欄とかに質問いただいたりもするんですけど、まあなんかなかなかそういうとこでね聞くのもちょっとどうなんみたいな思ってる人もいるのかなと思ってですね、まあそちらの方で個別の質問などにも答えられたらなと思うので、そちらの方もですね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ登録お願いします。早速スティングのベースラインについて考察していきたいと思うんですけれども、今回ですね、まあやっぱポリスのそのトリオ時代っていうのがやっぱりまあかっこよかったので、そこにね絞ってちょっと考察させてもらいたいなと思うんですけど、まあ、とにかくね冒頭でも言ったんですけど、もうむちゃくちゃシンプルなんですよ。もうベース、ギター、そしてドラム、そしてボーカル、もう本当にこれしかなくてですね、もう CD っていうか、まあその音源、レコーディングされた音源にもそのシンセとかキーボードっていうのもね、まあ、たまに入ってるんですけど、ほとんど入ってなくてですね、もうほとんどこの3つの楽器だけでやっていてですね、例えばじゃあ J-POP なんかを見るとですね、じゃあドラム、ベース、そしてギターが、まあエレキギターが3本ぐらい入っててですね、まあアコギも入ってて、でピアノも入ってて、シンセも入ってて、なんならストリングスもあって、ホーンセクションもあって、パーカッションもあって、コーラスもあるみたいな、もうとにかくね、音がむちゃくちゃ多いんですよ。それに引き換え、そのポリスのそのね、音の少なさとも、潔さって言ったらないですよね。はい。それなのにね、やっぱりね、研ぎ澄まされてるっていうか、無駄なものが本当に一切なくてですね、なんか改めてやっぱりなんかすごいなって今回ちょっとすごく感じましたね。そしてですね、まあ、ポリスの曲、まあ、何曲も聴いてるとですね、レゲエの影響がですね、まあ、むちゃくちゃ多いなっていうのをね、やっぱ改めて感じました。なんか印象としては、まあ、ポリスってレゲエみたいな曲多いなぐらいだったんですけど、なんかヒット曲ね、半分以上どころかね、ほとんどレゲエの要素あるんですよ。すごいですよね。もうポップスっていうかロックバンドですよ。ロックバンドでレゲエの影響を受けてるってなかなかないですけど、ポリスはやっぱり先駆けだったんですかね。それでやっぱレゲエの音楽って、まあもともとすごく音数が少なくて、なんか、ちゃ、ちゃ、ちゃみたいな。で、まあ、ベースもこう、音数少なく、ドラムも音数少なく、みたいなのがね、ポリスの、まあ、3人編成っていうのとね、まあ、すごく相性が良かったのかなと、まあ、今では思いますね。まあ、そんなところもね、踏まえてちょっとね、具体的にこう、いろんな曲でね、ちょっと解説していきたいと思います。まずはですね、一番有名かなと思うんですけど、ロクサーヌ、ここからですね、まあ、ちょっと考察していきたいと思います。ロクサーヌのベースラインちょっとまず弾いてみますね。1, 2, 3, 4. ロクサーヌ、まあみたいなね、はい、まあ歌はいいんですけど、こんな感じでですね、途中僕がこうやってたのは、ベースラインがシンプルすぎて、こうやってないとリズムが分かんなくなるっていうだけでね、スティングが実際そうやってたわけじゃないんですよ。まあ、とにかくむちゃくちゃシンプルで、ででで、ででででってやってる、まあ、だけなわけですよ。で、ギターが、まあ、頭打ちで、ちゃ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 って、まあ、コードを頭で、こう、四分音符で打ってるわけですよ。要はですね、ギターがもう、ちゃちゃって頭にいるから、
もうその頭拍はギターに任せてですね、ベースはでって頭弾かないわけですよ。普通ベースって絶対頭弾くんですよ、小節頭。基本的にはね、基本的にはっていうか、まあ9割9分小節頭ベース弾きますよ。そこ弾かなかったら結構びっくりするっていうか、なんですけど、やっぱね、そこはまあトリオならではなのかな、ちょっとわかんないんですけど、やっぱギターがそこに行ってるから、もうベースはそこはいいって感じで、ででって、もう一拍目の裏から入るわけですよ。そのね、やっぱりトリオならでは、まあドラム、ベース、ギターしかいないので、そのリズムをね、まあ、場所をこう分担してですね、でその組み合わせによって、なんかもうむちゃくちゃ音数少ないんだけど、全然寂しくないっていうか、むしろなんか3つの楽器1つでもかけたらもう成立しないですし、もう3つの楽器はこう歯車がガチッとこう組み合わさってですね、なんか1曲になってるみたいな、その感じがやっぱりね、かっこいいというか、まあ研ぎ澄まされてるんでしょうねって思いました。次の曲はですね、 Can't Stand Losing You です。はい、これね、もうイントロがもういきなりもうレゲエなんですけど、まあこんな感じのベースラインです。 1,2,3,4。こんな感じのベースラインですね。またいきなり1,2,3,4んてたらってもう一拍目入んないんですよ。まあこれね、まあ、レゲエ独特なんですけど、本当にね、面白いですよね。こんなロックバンドいないですよ、こんな。タラッカタン。まあかっこいいベースラインですけど、レゲエでまあよくあるパターンといえばまあパターンなんですけど、それをね、やっぱりこのロックバンド、このトリオにこう落とし込む、そのセンスが素晴らしいですよね。で、まあギターはあのレゲエのように、んちゃ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 ってやってて、まあドラムがですね、これあのキックがですね、ドン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 ってこう四つ打ちしてるわけですよ。なのでまた頭拍はドラムに任せて、ベースはもう頭弾かない。ワン、ツー、スリー、フォーっていう、このもういきなりその一拍目の裏拍から入るっていう、頭拍は弾かないっていうね、これがやっぱりね、先ほどのね、ロクサーヌと同じようにですね、このなんか3つの楽器のこう歯車をこうガチャッとこう組み合わせて一つにするみたいなね、多分スティングのこういうね、手法なのかなと思いますね。はい、次はですね、ソーロンリーのベースライン弾いてみたいと思います。1,2,1,2,3,4。はい、もうむちゃくちゃシンプルですよね。これもですね、1,2,3,4。はい、まあ、これはですね、頭弾いてるんですけど、ダダーンっていう、その小節頭の手前の小節の4拍目の裏拍からで入っててですね、でギターはまたんちゃっ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 てなってですね、まあこれもギター頭拍弾いてないっていう時は、まあベースは頭拍を弾くみたいな、はい、そのまあパズルのね、組み合わせですよね。本当にね、シンプルで、もう余計なこと一切しないんですけど、まあ、なんかそういうことでいいのかなみたいな、ちょっと考えさせられますよね。はい。で、まあ他の曲でもよくあるんですけどね、サビになるとね、急に8ビートのロックになるわけですよ。はい、こんな感じでですね、もうコード進行ずっと同じなんですけど、レゲエになって、そして8ビートのロックになって、それまたレゲエになってみたいな、その緩急をね、付け方っていうのがね、まあ普通そうやろうと思わないですからね、まあやっぱりスティングの天才のたるゆえんなのかなと思ったりしますね。はい、次もですね、大ヒット曲メッセージインザボトルなんですけど、これもですね、まあサビとかすごいこう8ビートのロックな感じなんですけど、急にね、サビ終わりで、でまたレゲエになるわけですよ。まあ、これもね、キックがドッツ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 って、まあ四つ打ちをしていてですね、
まあ、ギターはシャララーンみたいなこう白玉で、でベースはもうなんかね、このギター、ベース、ドラムっていうののその3つのですね、楽器のこのアンサンブルのその正解というか、もう模範演奏みたいな、なんかこの3つでもこういう風にアレンジすれば寂しく聞こえませんみたいな、そういうののね、本当オンパレードのようなね感じがしてですね、本当ね勉強になりますよ。はい、次の曲はですね、 The Bed Too Big Without You です。これがですね、まあもろこれもレゲエでしてね、ギターはうっちゃ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 っってまあやってるだけで、ベースがですね、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。これね、ベースだけ聞いてたらどこが頭だかわかんないですよね。まあこういうベースラインなんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー。これがですね、まあいきなりワンデゲデゲってもう2拍目から入るっていうね、はい、この面白いですよね。そしてですね、レゲエでよくあるベースラインではあるんですけど、コードはですね、最初まあ Em でギターはちゃんと次 Am そして B っていう風にね変わってるんですよ。だから Em1 小節、 Am2 拍、 B2 拍っていう、まあ、コード進行なんですけど、この AB のとこはですね、もうベースはスティングはもう何もやってないわけですよ。ギターに任せてるっていうか、なんか僕とかだったらとか、なんかちょっとこう A も B もコードが書いてあったらやっちゃいそうな感じするんですけど、まあ、そこはやらないみたいな、もう潔い、そこはギターに任すみたいな。だけどね、その方がやっぱいいんですよね。本当にね、余計なこと一切しないみたいな、その潔さはね本当に見習いたいですよね。もうさっきから見習いたいしか言わないですけどね、本当に見習えって感じですよね。はい、本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。もうね、いかにポリスのそのサウンド、そしてスティングのベースラインがね、シンプルでこう研ぎ澄まされているのかがね、ちょっと分かっていただけたかなと思うんですけど、これもね、もちろんそのボーカルメロディーあってのことでしてね、スティングのあの声、そしてあの歌、それをね、まあ引き立てるためのまあ最高のアレンジといってももう過言ではないのかなっていう感じがね、本当に今回いろいろな曲をこう改めて考察してみて感じました。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、コメント欄に疑問質問や動画の感想などあればぜひいろいろ書き込んでください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。